黙れこの変態が。キリュウ君、珍しいわね、あなたが自分から職員室に来るなんて。リリスちゃん？いいえ、見かけなかったけど。キリュウ君、なんか隠してないかしら。ですから、教師としての仕事はこっちでしてるのよ。で、これから理事長室に戻って理事長代理の仕事があるってわけ。まったく忙しいったらあるしな。じゃあね、キリュウ君。そうそう、キリュウ君、あなた最近遅刻が多いわよ。注意してね。
やだもん、リリス、キリュウなんかに絶対教えてあげないもん。Thank you.
どなたかしら？キリュウ君？どうぞ、入ってちょうだい。遊びに来てくれたのかしら。あら残念ね。けどまあいいわ、ちょうど暇してたところだし、今なら誰だってお客さんは歓迎よ。で、用というのは何かしら、キリュウ君。別にそんなに緊張して話す必要はなくてよ。私だって君たちとはそれほど年は離れてないんだし。嬉しいわ。私もあなたと会いたかったのよ。意外にあなたって純情なのね。驚いたわ。ごめんなさいね。そんなつもりはなかったのよ。怒った？でもね、あなたが来てくれて嬉しいのは事実なのよ。職員室ならともかく、こんなところ用もないのに来てくれる生徒なんていないものね。以前職員室に席を置いていた頃は楽しかったわ。生徒のみんなとたくさん話もできたし。私は教師になりたかったの。留学したのもその勉強のため。経営者になりたかったわけではないもの。父が倒れて、それで仕方なく引き受けはしたものの、やっぱり私の性には合ってないわ。そうかしら。どうしたの？いつものキリュウ君とはなんか違ってるわよ。でもまあ、生徒がそう言ってくれるなら、あながち私のやってることも間違いじゃないのかな。ありがとう。とっても嬉しいわ。それはそうと、本当はそんなことを言いに来たんじゃないでしょう。当然。
これはまさか麻酔症。